ゴルフネットワーク。僕が飛ばしたいときは上半身に力が入りがちになってしまうので、いつもよりちょっと下半身に少し、いつも以上にテンションを持って、あとは腹筋も少し締めて、で、スイングのリズム的なのはできるだけ変えないように、いつもよりこう右の股関節にこう乗せる体重、この捻転をいつもよりちょっと回すことぐらいですかね。で、あとはもうここに溜まったものを思い切りこの反力っていうか、ここの腰の切りとあれでヘッドスピードを加速させるイメージです。はい、普通の時はあんまりオーバースイングにならないように、僕は今もう本当にトップのイメージはこの辺で止めるように、もう回りすぎてそのインパクトのこのブレっていうのをなくしたいんで、できるだけコンパクトなスイングをするように意識してます。あとはちょっとアドレスの時に、場合によるんですけど、ちょっとハンドファーストにしてつかまりを良くしたり、ちょっとなんていうんですか、ヘッドを浮かした状態でこう芯に当たりやすい状態、なんていうんですかね、満振りした時ってこう上に当たってしまったりアッパーが強くなったりするので、僕はそれを抑えるためにちょっと浮かして、こうできるだけレベルにこのボールのフェースの芯で打てるようなアドレスを取ってから打つことはありますね。大丈夫かな。レッスンになってますかね。ゴルフブレイン78。